日にリリースをしましたので、なんとなくどうですか、皆さんいけますかね。ね、まあ、流行ってる歌もあれば、歌ったことある歌もあれば、なんじゃこりゃもあると思うんで、まあ、あの流行りの歌はね、あの若い子増えたんで、若い子頑張れと、ぜひあの周りの人たち、周りのおじさんたちを引っ張っていきましょう、若い子たちね。若い子たち反応が出るな。終わるぞ。上ないよ。上ように。メンバーだけじゃ分からんな、これ。ちょっと分からん。ね、やるなと思って、なんか朝から練習。でも普通に読んじゃね。よくセレサドバック見て多いわ。いやーでもまずこれ。歌詞が、僕さっきツイッターとかにも書いたんですけど、見てたんですけど、前見れなかったら画面でいいと思うんで、でもそうだな、覚えてください。でしょ、これ歌える高校通だな、これ。これまた俺が歌うコーナー必要ですか。まあなんか行ってみましょう。なんとなく行きますね。さあ行け、暴れ回れ少男、あれよあれよ、おーおー、誰も俺らを止めれないぜ、あれよあれよ、おー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 おただ今ちょっと一個問題点がありまして、あの、おは飛んでください。いいですか。さあ、ゆけ、暴れ、回れ、あの辺は手拍子で、あの、ちょっとメリハリ聞かせていきますんで、いいですか。今言いましたね。飛んでくださいね。さあ、ゆけ、暴れ、回れ、少男、あれよ、あれよ。Da da 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 da
最後に言うわ。いや、ちょっと一応選手の歌も見たいと思います。誰？でちょっと番号順に、サトシから、サトシちょっと歌詞カードにも、1曲目 の、 あの去年まで歌ってたやつというか去年歌ってた夢物語をちょっと残してるんですけど、去年なんかこうちゃんと説明した方がいいって言われたので、ちょっとサトシに夢っていう言葉をちょっとあえてずっとつけていたんですね。っていうのは、まあ、長野からメルマールのユースに入ってきて、そこからトップに上がって、まあ、代表だったり世界に羽ばたいていくっていう、まあ、その夢っていうものは同じ流れの先輩がいて、うちの元選手、現選手、すごい難しいところですけど、まあ、大輔、菊池大輔っていう選手に俺らの夢が近づくようにって歌を同じ流れの先輩につけていたので、だからちょっと夢って言葉、それにしかも湘南の風で夢物語ってものだったので歌ったんですけど、現選手ちょっと難しいんで、そういうところでちょっと2曲目という感じで、どちらかというとメインはずっとこっちを歌う感じです、はい、ただ残しますので予習はしといてください。これもいけますね、みんな聞き覚えあると思うん で、 で最初 の、 あのカッコでおーってつけてるのは僕だけ言うんで、僕おー田中さとしで歌い出すんで、みんな2回目の田中さとしから入る感じで、おー田中さとし、田中さとし、田中さとし、これで行きますんで、ただ1曲目そういうものだったよっていうのもちょっと知っといてくれるといいなと思います。よろしいですか。次、次って誰？番号ルキア。ルキア、ルキアも歌えるでしょ。最初はね、ちょっとボリボリってなりすぎない、すいません、見づらくて、ルキア、オルキア、ルキア、本人が言うなんて話なんですけど、いけると思うんで、奥の子、ちょっといろいろ意味はちゃんと持ってて、
こう振り抜けって言葉にしたのも、まあ、なんとなくみんな察してる人が、ツイッターでもね、なんか察してくれてる人がいて、その通りですって言おうかなと思ったんですけど、まあ、去年の東京戦かな、あのシュートパスみたいなあったじゃないですか。あれ自体は別に僕は何とも思ってないんですけど、ただこう町野が抜けて大橋が抜けて、まあ、次になってもらわなきゃいけないで、選手たちもアクションにすごい期待をしているというか、そういうふうに言ってるので、だったらなんだろう、もうビビらず振り抜けと、思い切りいけと、そういう意味で振り抜けっていう感じにしてます。ちょっとこれだけ難しくないけどやりますね。秋と鈴木、秋と振り抜け、秋と、そんなちょっと気低いですけど、まあ、なんとなく聞いてもらったんでいけるんじゃないかなとは思います。秋と鈴木、秋と多分ね、韓国の代表のサポーターとか、ちょいちょい歌ってるメロディーかなと思うんですけど、オーキムミンテ、オーキムミンテ、オーキムミンテ、イギョラミンテ、もういけるね。動画と違うんですけど、歌頭からいきますね。おー君見えて、おー君見えて、おー君見えて、イギョラミンテ、おー君見えて、おー君見えて、おー君見えて、イギョラミンテ、おー君見えて、おー君見えて、おー君見えて、イギョラミンテ、おー君見えて、おー君見えて、おー君見えて、イギョラミンテ。大丈夫そうですね。練習というか、まあ、であと、もう一曲ちょっと今日練習っていうか練習するもんじゃないかなとちょっと思ってる。だが湘南の風のピックアップっていう歌をリリースしたというか、そのまま使わせてもらうことにしたんですけど、どうした、皆さん歌詞とかって見ましたか？見てない。ちょっと歌詞ごめんなさい、全く用意してないです。ビッグアップって歌のサビです。夢を男の物語、夢が与えてくれた出会いっていう、ああいう部分の歌詞なんですけど、もともとちょっと歌いたいなっていう気持ちが、すごいいい歌だなっていう思いあったんですけど、
それ以上に、今回このタイミングで歌いたいです、歌おうっていうリリースをしたところも一つ理由があって、一番最後、歌詞の一番最後に、まあ、夢笑う者に成功なし、この歌を共にっていう、この歌を共にか、あとね、はい、そういう歌詞があるんですけど、今年のシーズンオフ、僕が感じてるだけかもしれないんですけど、すごくクラブへのネガティブな感情、評価部とかいろんなものに対してのネガティブな感情っていうものが、僕すごい SNS 上にあふれかえってたなってすごく感じてます。でこれは去年の終わりぐらいからずっとそうだったなってすごく感じていて、それはですよ、クラブを擁護するとかなんかそういう話は全くなくて、クラブはちゃんとしなきゃいけないんで、ちゃんとしなきゃいけないところは言うべき。ただ僕らの存在意義、存在価値、何のために俺らがここにいるのかっていうと、とにかく選手の後押しをするため、選手と一緒に夢を追っかけるために僕らはここにいると思っていて、まさに今のこのちょっとなんだろう、ふわついてるというかバラバラになっちゃいそうな雰囲気、すごく強くなっていきたい、でかくなっていきたいっていう思いと、なかなかそういかないこの頭の今いるちょうど転換期だと思ってます。でこの転換期をじゃあ僕らはサポーターとしてどう乗り越えていくのかというと、すごく極端なことを言うと、去年三沢でやった時やっぱすごい雰囲気作れたと思っていて、実際選手たちからもクラブの人たちからもマジでサポーターに勝たせてもらいましたよ、負ける気がしなかったねって、それぐらい言ってもらってる人たちもいて、応援が例えば常に続ければってことは勝てるわけじゃないですか。じゃあそれって僕ら難しい、そこの俺らもそこの狭間がやっぱりあると思ってて、ただその狭間で三沢ぐらいやってボロ負けしてお前らふざけんな、俺は僕は理解できるんですけど、じゃあ去年最終戦東京戦いい雰囲気でしたか、覚えてます、僕らにとって久々というかほぼ初めてに近い消化試合、まあ消化試合ってこんな感じなんだってみんなもなったと思うんですよ、すごいなんかふわーんって感じのこう雰囲気、あれでじゃあ仮に負けた時に俺は選手に文句言えないな、そういう意味で選手と僕らは一心同体って言ったらすごい変な言い方ですけど、そういう関係でありたいな、そういう意味合いが歌の歌詞にすごく乗っかってるなっていうふうに僕は感じているので、だからこそ一つの僕らの指針というか、これから一緒に進んで夢追っかけようぜ、そういう意味合いで歌を歌いたいなというふうにリリースをしました。でもう歌の練習というよりも、もう聞いてもらって覚えてもらって歌えるようにしてもらう、もうそれしかない歌です。どのタイミングで歌うかも正直僕も決めてません。ただめちゃくちゃ大事な試合とか、じゃあ例えばカップ戦の決勝まで行きました、決勝の試合前にアンセムみたいに俺らが肩組んだりマフラー抱えて歌えたらすごく一気に一個になれるような気がしているので、そういう夢のためにも歌をちょっと歌いたいなというふうに思ってます。なんでいろんなものでちょっと聞いて覚えてもらって歌えるようにして、でどっかのタイミングでバーンと歌い出した時にみんなが歌えるようになっててくれるといいなと思うので、ちょっと難しい注文をしてるんですけど、ぜひよろしくお願いします。よろしいですか。はい、じゃあ一通り終わったんで、あとは喉潰さないように中入ってからが本番なんでね、よろしくお願いします。さあ行け、